お、よくやるな。怖くないのかしらね、あれ。何もかもデタラメだけど、少女趣味もあそこまで徹底するなら文句を言う方が野暮なんでしょうね。にしても数ちょっと多すぎない？それは分かってたけど、ここまでのことは想定していなかった。視認できるだけでもう1000は超えている。迷うことなんてない。私はこの町を管理する遠坂の魔術師だ。もう情けないったら。セット。血気盛んなのは結構だが、肩に力が入りすぎじゃないか。いや、戦うのなら皆殺しにするというのは実に君らしい話だが。え？ちょっと、皆殺しが私らしいってどういう意味よ。俺でもロンドンじゃ慈悲深い優等生で通ってたんですけど。いや、言葉通りの意味だが、
競争相手がいれば周回遅れにし、喧嘩を売られれば二度と歯向かえなくするのが君の流儀だ。慈悲が働くのはその前か後かの話だろう。うん、そっか、やるからには殲滅戦ってわけね。ここはボーダーラインじゃなくてフロントラインだった。失敗した。そんなことを間違えてちゃそりゃ肩も重くなる。にしても多すぎるか。負ける気はしないけど、さすがに取りこぼしは出るし。よし、いざとなったら、はしごと沈めよう。待て待て、調子が戻ったのはいいが、やりすぎだ。橋を壊せば、収拾がつかなくなるぞ。連中は単純だからな。橋が落ちれば、川を渡って信徒になだれ込む。だが、橋がある限りは、馬鹿正直にここだけを通り抜けるさ。わ、分かってるわよ。ケーキ漬けに行ってみただけだってば。まったく、そういうところが徹底的なんだ、君は。半年では、淑女のたしなみも身につかなかったか。生まれついてのものですから。そっちだって一言多いのは治ってないじゃない。私のは人に合わせてのものだ。今はたまたま忠告しがいのあるマスターと契約したものでね。それは奇遇ね。私もたまたま小言を多くするのと縁を作っちゃってさ。オーケー、付き合ってくれる？ダーチャ。ああ、サーヴァントはマスターに従うもの。これでようやく。最後に加減なしで戦えるというものだ。変なところにこだわるんだから、律儀っていうかキザっていうか。何、律儀さでは負けている。何しろよくわからないことのためによくわからない連中と命を張り合うのだからな。まったく無関係にも程がある。君の義兄は買うわね。これではおいそれと貸しも作れない。そうね、本当に高くついた右服だったかな。衝撃は譲る。そちらの先生で群れの戦闘をなぎ払った直後、橋に降りる。あとは持久戦だ。君はここから列の腹に穴を開け続け、私は魔術奏者から逃れた連中を切り伏せる。何か問題はあるか、リン。異論はないわ。私とアーチャーの二段構えでも抜け出る奴が出てくるだろうけど、それは無視して。私たちの役割は大軍の殲滅。細かい取りこぼしなんて目の前の敵がいなくなってから考えることよ。
ま、おせっかい焼きなら他にもいそうだし、細かいのはそっちに任せるとしましょう。朝臣。なに、礼には及ばずだ。総一郎、殴ってもひるまぬ、切っても死なぬ相手では互いに分が悪かろうよ。さすがに手足を立たれては動けぬと見た。総一郎、面倒だが首より獅子を狙うとしよう。一撃必殺の心情には反するが、なーに、デク相手にはちょうどよい。しかし、どういう気変わりかな、総一郎。昨夜までは見逃していたというのに、今宵はムクロどもに打って出るとは。いや、さてはこの異常事態、お主の魔女めの失態か。知らん。秋田のなら眠れ、朝臣。これは眠りにつけば消える亡霊だ。夢中にいる者には何の危害も与えない。ほう、ではなぜこのような手間を取る。先に行くか後に戻るかは分からぬが、おとなしく眠れば日々に戻れるというのに。そうだな。だがこの戦いはあれの願いだ。聞き届けないわけにはいかないだろう。そうかそうか、それは確かに。お主に甘えるなど一生できぬと思っていたが、少しは改心したと見えるな、キャスター。いやはや、なかなかどうして可愛らしいところもあるではないか。お黙りなさい、このデクノボ。やはり化粧には下法が効くと見える。本領発揮だな、キャスター。今宵の猫かぶり、格段生き生きと見える。減らず口はそこまでになさい、朝臣。あなたの役目はマスターの援護と言ったはず。それすらできないのなら、群がる雑魚と一緒に焼き払って差し上げてよ。ははは、
怒るな怒るな。総一郎と共に戦うのがお前の念願であろう。お前同様、マスターの喜びは私の喜びでな。お前が嬉しいのであれば私も嬉しいのだ。とあれば多少のハメは外すというものなあ。男として無理なきことだろう、総一郎。お主も珍しく拳に力が入っているではないか。すまん、連れ合いの手前だ。手は抜けん。迷惑をかけるぞ、キャスター。キャスター、新手だ。竜道寺を守りきるか、元凶を塞ぎに行くか、どちらにせよ話し込む暇はないようだ。指示は任せる。お前の望む通り戦おう。こんな機会はおそらくは二度とはあるまい。総一郎様。承知していますわ、マスター。ここからは迷いなく自らの願いに沿いましょう。で、どうするのだ、キャスター。このままでは飽きるぞ。どうだ、いっそ大元を潰しに行くというのは。外に出られないあなたが言うことではないわね、アサシン。第一、そこまで手を貸す義理もないわ。私はこの場所を守れればいいだけ。恥知らずにも人の家に土足で上がり込むチリアクタに身の程をわきまえさせているだけよ。町のことなんてどうでもいいけど、この家に踏み入った以上は私の敵。ええ、遠慮なく焼き払ってあげるわ、アベンジャー。それがあなたの望みでしょうし。正直な、できるならもっと続けたかった。私の八つ当たりと知りなさい。けれど深山町はどうにもならない。頑張ってるようだけど、あの子たちはここまでね。
いけません。魔力そのものを武器にする魔術などあなたにはまだ早い。彼らは私が迎撃します。あなたは室内で結界を維持してください。声は祈りに、私の指は大地を削る。サクラ、大丈夫、これぐらいなら扱えます。心配はしないで、ライダー。私だって半年間少しずつ頑張ってきたんだから。中に入ってきたのは私が追い返すから。声は祈りに、私の指は大地を削る。死は確かに、私の影は剣を振る。ナイト、私はここに。まだまだ。そうだ、私は置いていかれたんじゃない。私は信頼されてここを任されたんだから。まあ実際置いていかれたわけですが。ダメ、くじけそうになる発言は禁止。ほらライダー、銅像、銅像の方にいっぱい上がってきてるから。
あれ、この音。ロース、蹴散らしなさい、バーサーカー。ついた血負ったのよ。私としてはどっちの味方もする気はないんだけど、このままだとあんまりにも不公平だから。不公平って、イリアさん、この敵のこと知ってるんですか？まさか。こんなこといちいち考えていられないでしょ。私が言ってるのはさくらとりんのことよ。さっきから聞いてればバカなことばっかりなんだもん。ここだけは守り通すですって。ほんとダメね、さくらは。そんなだからりんに勝てないの。あ、イリアさん、それはどういう。受けに回ってる限り勝てないってこと。知ってる？リーはさっさと最前線に移動して一番いいところを独り占めしてるんだから。こんなところで無駄に意地を張ってるより、ずっと劇的で高得点な位置づけってわけ。それって高得点というより一番厳しい状況なんじゃ。同じことよ。でも結局はリーンだって守ってるだけだし、それってまだるっこしいでしょ。本拠地が分かってるんだから、そこを潰した方が早いし、何より。姉さんよりポイント高いですか？そういうこと。私は行くわ。たどり着けるかどうかは分からないけど、リンにばかり任せておけないもの。さくらはどうする？一緒に行く？それじゃあ行くわ。さあ、一度きりの見せ場よ、バーサーカー。遠慮はなし。立ちふさがるのはみんな壊して、あなたの強さを見せつけなさい。
ストップ。いい時間なんだからもう少し静かにしてくれない？子供はおとなしく寝ている時間なのに、これじゃあうるさくて眠れないよ。この何かは聞かないけど、こんばんは。こんな夜更けに大勢で出かけるなんて、何か大きな催し物でもあるのかな。ま、どんなイベントだろうと興味はないんだけど。それよりリーダーはみんな？だよね。どいつもこいつも測ったように同じ顔だし。困ったな。こういうのってリーダーが責任を取るものでしょ？群れ全体の失態は頭をすげ替えることで解決するものなんだけど。全員がリーダーなら仕方がない。面倒だけど君たちみんなに責任を取ってもらおう。一匹見たらなんとやらってやつかな。あのアーチャーとマスターはよくやってるけど、相手の立ちが悪かったか。まったく、お前たちは兵というより病気の類だ。一ついれば際限なく増えるなんて、僕の一番嫌いなものじゃないか。ここに来ちゃった理由がわからない？うん、虫にはこれが上等でね。ほんと、半言の子に誘われてよく集まる。お前たちには過ぎた贅沢だけど、今夜は無礼講だし、遠慮は不要だよ。ああ、お前たちが地獄を歌うというのなら。良い開幕だ。死に物狂いで歌え雑念。出番だ、エア。お前とて不本意だろうが、何？これも先達としての務めよ。真実を知る者として一つ享受してやるがいい。
読み字を開く。存分に歌え、亡者ども。何、退屈はさせん。俺とてこのような気まぐれは一生に一度あるかないかでな。財の出し惜しみはせん。夜明けまで命を賭して持ちこたえよ。貴様らが何者であるか、是非は問わぬ。立ち去れとは言わん。ここは我が主の望みにして、我が信念を叶える場所。その怨嗟がこの希望を望まぬというのであれば、互いの立場は明確だ。ここは未来を重んじる者のみが至るはしごだ。私にも貴様らにも踏み入る余地はない。それを傲慢と呪うのならば。いざ、死力を尽くして来るがいい。この剣にかけて貴様らの挑戦に応えよう。